通りに一回焼き上がりました。美味しく焼き上がりましたね。鶏の旨味がギュッと詰まった美味しいチキンになっております。これはいいわ、これはたまんないわ。今日の夜食べたいね。働いて頑張っていたお父さんに食べさせてあげて、ビールでもついてあげましょう。間違いなく元気になると思いますよ。タンドリーティッカ、鶏のスパイスにつけた美味しいチキンを油ではなく炭火で遠赤外線でしっかり焼きました。旨味をギュッと中に閉じ込めた美味しいチキンです。スパイスの効果で食べれば元気になります。明日は元気になるチキンです。ぜひとも食べてみてください。金のスプーンのマサラプレミアムとセットで食べてもらうと秋の花粉症対策にいいと思います。ぜひとも注文お待ちしてます。